はい、みなさんこんにちは。ゆなです。たかです。エイキブログです。今日はやっとマチュピチュです。はい、でね、はい、ミュー、はい、ということでね、この動画、前回の動画のね、続きになってるので、もし前回の動画見てないっていう人はね、ちょっと先に前回の動画もチェックしてみてください。で、今からは早速、インカーレールという電車に乗って、マチュピチュのアグアスカリエンテスという村に向かいます。で、ちなみに今いるのがオリエンタライアン、オリエンタルランドみたいなね、名前なんだよね。オリアンタイタンボ、今いるのがオリアンタイタンボっていう村で、こっからマチュピチュ村まで電車で1時間半ぐらいかけてね、行きます。早速行きましょう。はい、今ね、電車がやってきました。青い可愛らしい電車だね。で、駅もめちゃめちゃちっちゃいから、プラットフォームも1個しかないし、こいつに乗ります。あれ、止まらない、行っちゃったよ。これじゃなかったかな。電車来たね。多分これなんだけど、めちゃめちゃ遅い、スピードがめちゃめちゃ遅い。はい、ということで電車に乗っていきます。中はこんな感じだね。すごいね、なんか高級感ある感じの電車で、上にはパノラマビューがついてて、マチュピチュ村にハロー。いやということで、マチュピチュ村までこの電車で行きます。暗くなりましたね。今何時ですか。6時10分。ということで、この後宿に一旦寄って夜飯食べて、今日はゆっくりします。はい。おはようございます。おはようございます。朝の6時半です。今はバスに乗るのを待ってる。今日はマチュピチュです。ひとまずね、人がめちゃめちゃ並んでるから、観光客が多すぎるから入場制限がされてるんだよね。各1時間ごとに500人、6時500人が入れる、7時に500人が入れる。で、バスいっぱいあるからそんなに並ばないはず。行きましょう。よ、今ね、マチュピチュ入ってきたんだけど、人がめちゃめちゃ多いです。マチュピチュってこの一方通行になってて、入り口から出口までがだいたい2時間から3時間ぐらい、まあ、個人差にもよるけど、坂とか階段とかがめちゃめちゃ多くて、かなり急なところもあるから、足腰に自信がない人はちょっと覚悟した方がいいかもしれない。で、あとね、携帯の電波 4G があります。こんな山奥のど田舎の奥地、僻地、そんなところに 4G がバリバリあって、YouTube 見れます。見ないで。これがいかに観光地かっていうところが伝わると思う、はい、ということで続いていきましょう、はい、人がめっちゃいる。ちょうどこの奥で見えるんじゃない。やっぱマチュピチュに住んでるアルパカだ。幸せなアルパカだね。かわいい。よくこの場所に住んでるね。すごいよ、もうマチュピチュがいろんな角度から
インカの人ほんとすごいよね。こんな山奥にさ、石を一つずつ積み上げてこんな巨大な遺跡を作ったんだよ。急になんか観光地から外れてジャングルの中みたいになってるけど大丈夫？フォローして。今ね、ちょっとインカブリッジっていうところに向かってます。はあ、断崖絶壁の景色がすごい。多分これ昔と変わらないままの景色なんだろうね。すごいよ、インカの人はこの道を通ってたんだよ。すごい、めちゃめちゃ怖い。でもこれ柵とかなんもなく崖だよ。怖っ。すごくないこれ。本当に垂直の崖だよ。垂直の崖にちっちゃい細かい石を積み上げて道を作って橋を作って、向こうの山奥と道をつないだっていう。はあ、疲れた。今またこのメインのところに戻ってきました。マチュピチュのツアーに参加するのに2時間ぐらいガイドにいろいろ勉強させてもらって、そう行きましょう。はい、今ねちょうど2時間のツアーが終わりました。疲れた。めちゃめちゃ疲れたね。めちゃめちゃ歩いてる。あ、意外と暑い。そう、それね、かなり暑い。でね、なんでこのマチュピチュがねこんな綺麗に遺跡が残ってるかっていうと、スペインの植民地から逃れることができた。これがね一番大きな理由です。まあね、僕らの動画をねずっと見ててくれてる人はね、まあ、南米に入ってコロンビア、エクアドル、ペルーと来て、まあ、ずっとねスペイン語なわけですよ。1500年半ばスペインが南米大陸に来て、ほとんどの国をね、まあ、植民地化していったわけなんですよ。ペルーもスペインの植民地にされていったんだけど、ここのマチュピチュ山の奥にあってジャングルの中にあったからスペインによって発見されなかったんだよね。ですごい面白いことに、もうすぐ手前の村があるんだけど、そこまでスペインが来てたんだよね。でここに住んでるインカの人たちもうすぐ手前の村にスペインが来たタイミングでもうここのマチュピチュから出て違う町に逃げたんだよね。でその時にいろんな入り口、3つ入り口があるんだけど、全部の入り口を壊してここに何もなかったかのように装ってこの遺跡を守った。それが1500年半ばで、ずっとその後誰にも発見されなくて、1900年初め、1911年って言ったかな、アメリカ人によって発見されたんですよ、このマチュピチュが。でそっから急にもうねガツンと人気が世界中に広まって、今や毎日何千人っていう観光客が訪れる一大スポットになってるわけです。やっぱね、本当に山に囲まれてるからめちゃめちゃ綺麗。周りはすごいよね、本当に。ちょうど今もう12時手前なんだけど、お腹空いた、疲れた。でもこれちなみにもうさっき言ったけど、一方通行だからもう出口に向かうしかないっていうね。だからこの後信じられません。疲れました。降りた。降りてきましたね。最悪だったね。ちょ、行きはねバスで上がったんだけど、帰りはちょっと歩いてみようってことで歩いて山を降りてきて、今町まで降りてきました。私たちのフィットネスのレベルじゃない。バスで帰ってこればよかったマジで。でも高い。バスが12ドル、片道12ドル。ってな感じでね、マチュピチュどうでしたか皆さん。個人的にはめちゃめちゃ良かった。めっちゃ良かった。天気にも恵まれめちゃめちゃ良かった。めっちゃめちゃ良かった、まあ、映像だと伝わりきらない部分もあるんだけど、伝わんない。そう、自分の目で見るとより綺麗だから、はい、ぜひね来てほしいんですよ。そうです。クスコから基本的にはマチュピチュに。いらっしゃい。 Thank you。 今ねレストランにいます。喋ってます。はい、ということでね、まあクスコでね、クスコからマチュピチュに来るパターンは3パターンあります。
まあ、僕らの動画をね、前回の動画と今回の動画を見てくれてる人は分かると思うけど、僕らは2日間ツアーに参加して、まずクスコからオリアンタイタンボっていうところまでバスで行って、そこで電車に乗り換えてマチュピチュの村まで来るっていう、そう、2日間ツアー、多分これが一番メジャーなパターンだと思う。であとは予算を抑えたいっていう人はクスコからバスに乗ってある村まで行って、そこから歩きでマチュピチュの村まで来る。3時間、そう、3時間から4時間のハイキング、その電車の線路を自力で歩く、3時間歩く。あとは1泊2日のツアーじゃなくて日帰りでね、クスコからマチュピチュに来れるっていうツアーもあって、クスコからもう電車に乗ってマチュピチュの村まで一気に来ちゃいます。で最後またね、マチュピチュの村の駅からクスコの街中の駅までもう直通で行っちゃうパターン。まあ主にこの3パターンかな。いや、もう一個のパターンがある。4日間歩いてインカトレイルか。あのね、昔古代のインカ人が本当に歩いてた道を歩けるっていうハイキングプランがあって、ハイキング沸騰しで山道ハイキングだから、本当に足腰に自信がある人じゃないと参加しちゃダメです。そうですってな感じかな。1泊2日でだいたい僕ら払ったのは250ドルで、あのバジェットのやつが100ドルぐらい。そうだね、バスプラス歩きのパターンだと100ドル、100ドルぐらい。まあてなわけでね、まあ一番おすすめなのは1泊2日にして、僕らがやったみたいにバスと電車乗り継いでマチュピチュに来るってやつ。で1日目は前回の動画見れば分かると思うけど、テイクリッドバレーっていうところも観光できるので、そこもすごい綺麗だし、それがおすすめかな。で、あとはマチュピチュに上がるのはもちろんバスで行った方がいいし、下るのもバスで降りた方がいいです。12ドルがあればね。てな感じで、だから昼飯食べます。で、ビールも飲みます。このブラックビールね、ちなみに話変わるんだけど、めっちゃうまい。めっちゃうまい。私でもうまいと。このブラックビールめちゃめちゃうまいです。なのでペルーに来たらぜひ飲んでみてください。てな感じで、もうこの動画が面白かった人はいいねボタン押してください。というわけでまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。地中化加工めちゃめちゃ、全て人力で、全てエコ、自然からの恵みで出来上がってます。バイヤ、バイヤ、ピンサ、カミサラキ、ワイ。この島だとみんなできちゃった結婚です。